はい、夢です。こんにちは。どうぞ。もう今ディズニーランドの方に来てます。はい、今日はですね、夏イベント初日なんですよね。さっきはですね、シーに行ってパイレーツ1回目をね、先着っていうことで体験してきまして、で今サンスイサマービート2回目、はい、こちらを目的で来ました。はい、じゃあサンスイサマービート今年はどんな感じか、早速濡れ具合なんかをチェックしたいと思います。はい、まずね、時間はですね、今10時20分で、2回目のサンスイサマービートが11時55分ですので、90分前ですね。90分前の、はい、城前の具合を見てみましょう。先着なんですよね、90分前。おー、なかなかのもんですね。でもこの辺全然まだまだガラガラですよね。はい、サンスイサマービートはですね、前の方のかぶりつきよりもちょっと下がった方が実はよく見れるんですよね。はい、皆さん分かってますね。そうです、俺のおすすめポイントはちょうど今、はい、見えますかね、あの辺です。はい、分かりますか。はい、これ以上いくとちょっとプライバシーの配慮でちょっと取れないんですけども、はい、だいたいこの白いライン、この辺、はい、この辺が俺のおすすめです。はい、90分前、まだまだ余裕ありますね。はい、時刻は11時になりました。2回目のサンスイサマービートまで1時間を切ったんですけども、まだまだこの辺入れますね。入場制限をしてません。鑑賞エリアまだまだ入れます。かなりこれ混んでるように見えるけどもね、実際にはみんなこれ立ち上がるので、みんなが立ち上がればね、後ろの方かなりギュッと圧縮されるので全然いけるって感じですね。まあ今日は1時間前、1時間切ってても全然入れる感じです。はい、始まります。いつものいい位置取れました。はい、お城に向かってやや左、こちらが俺の中のベストポジになります。楽しみだ。はい、サンスイサマービート見終わりました。今回風下、風を読んでね、若干左にいたんですけども、思ったより風がまっすぐだったので、ストレートにそのままドーンと来たので、土線がやっぱり一番濡れてた感じがしますね。はい、ですけどね、若干やっぱりね、お城向かって左側に流れていく感じがするので、やっぱりおすすめはお城向かってやや左、後ろの方がおすすめです。はい、1時間前でもね、結構濡れる場所はポジション取れますので、皆さんぜひ頑張ってみてください。はい、じゃあね、あ、そうそう、あとね、35周年のブランニュードリーム、はい、この曲のね、和風アレンジバージョンも最後クライマックス流れますんで、そちらも要注目って感じです。はい、皆さん参考になったでしょうか。じゃあまたね、バイバーイ。